もです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今回の動画は前回に引き続き名古屋の旅ログパート2となっております。ただね、今回は旅ログだけではなくてちゃんとご飯も作ってきました。今回のメニューはそば打ちとなっております。そう、名古屋そばといえばあの方とコラボさせていただきました。それでは早速ですがご覧いただきましょう。どうぞ。そのまんまですね。当たり前か、そのまんまですよね。そうですね、こっちばっかりですよね。あ、そうです、はい、こっちはほとんど。で、大木先生ピンでいいですか。いいですよ、いいですよ。それでは大木先生。はい、大木キッチンの大木です。こんにちは、よろしくお願いします。はい、お願いします。ね、今日はね、大阪からゴームービーのゴーさんがこちらの大木キッチンへそば打ちにやってまいりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、という感じでね。はい、はい、じゃあお願いします。そう、ちょっとなんか聞いてる感覚ありませんか。カレー28そばですね。だから、はい、あ、優しい粉が気持ちいいですね。ああ、それね、言ってもないことビートさんも何かも言ってましたね。うん、なんかポタポタって入れては回し、ポタポタって入れては回し、はい、一心一体を右手左手で一個ずつ歩幅合わせるように入れてってもらえると、入れては回し、入れては回しって感じで。で、上からギュ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 ッと気にひとまとめにしちゃうようなイメージでいいかな。で、今はここからちょっと菊練りっていう、いわばちょっと職人さんの動きっぽいやつがあるんですけど、シワオの寄せ方をここでこう折り込む、回す、折り込む。そうするとこういう風に菊の文様みたいなの、これ菊練りってやつですよね。はい、よう出てくる。はい、あの、もともとはね、陶芸の用語なんですよ。陶芸で土の粘土、はい、そうやって、ね、練るんで、また違う動きを。詳しくは僕のそば打ち動画をご覧ください。そう。はい。シワがね、こうやって転がして、転がして、押さえて、そうですね。そうやって小指でちょっとへそを締めるような感じかな。あ、いいですね、いいですね。そう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 、小指と薬指でなんとなく、うん、そうそう、そのままそのまま。で、立てて上に、上からギュッと。押さえて。そうです。ちょっと立てすぎですよね、今。この形なんとなく見えますよね。はい、これがここの猫を、ね、猫にして猫をこう置いて、置いた猫をこんな感じなんだよね。だから、あ、こう上下じゃないですよね、実は。ね、そうなっちゃうんですよね。そんなもんなんですよ。ベストキットですよね、言うたら。ちょっとわかんないです。ちょっと何言ってるかわかんない。ベストマットでしょ、多分。ちょっともわかんないけどね。面白くない式やから。ピザ生地ぐらいにしましょうか。ピザ厚ぐらいですよ。はい、いいっすね、なんか手つきがいい感じ。手つきがね、なんか料理やってる人みたい。みたい。 YouTube とかで動画やったらいいじゃないですか。あ、ほんまですか。料理とかね、 YouTube で作ったらいいと思います。あ、ほんまですか。大木先生ね、こんな人なんですよ、本当は。一緒ですね。もう一緒で嫌かもしれない。嫌ですね。まあまあ、なんか深いですね。これ全然回らないでしょ。さらに回らないでしょ。回るでしょ。スローで撮ってもらおうかな、このシーンを。
流れスロー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 、これはいいですか、はい、僕のこのスローはいいですか、あ、別に練習ソフトできますもんね、あ、大丈夫ですね、できちゃいますもんね、ソフトでね、はい、わかりました。で、この手にして置いて、when I thought that everything was lost, on a cold November night, when I met my missus right, when my feelings come to life. 多分1日では絶対できませんので、今日はできないと思いますけど、より大きくさせることと、なるべく厚みを均一にさせたいですよね。Now I wake up every morning next to her.音が良くなったね、良くなりましたね、本当にやっぱやればいいのに、よりよりよりそうかですか、作ればいいのに、例えば肉巻きおにぎりだとか、はいはいはい、チキン南蛮とかちょっと外でキャンプやったりとか、はいはいはい、ね、旅行先に行って、うん、なんかね、金沢とかいいじゃないですか今そういう旅動画みたいな作ったちょっと、大ファンじゃないですか大ファンじゃないですかそしたらきっとコメントきますよそう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 ですね、つるっとしてきますよねもう、はいハンドとして教えてるよね、綿棒が全く意味ないってやつねみたいな、ここの中かな、ここの中、真ん中ちょっと6分の1、はい、この板、はい、で、小指はちょっとバランスがいるんで、三脚ですよね、三脚倒します、うん、引きます、うん、引きます、うん、しな切れば同じ幅の、うん、おそばが切りにくい映ってないですか僕は一応ブランドイメージができちゃってるんでこうおしゃれちょっと待って今もうあとちょっとぐらい、はい、そうですよね、だからもういいかなと思ってはい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、ありがとうございます、いただきます、いただきます、いただきます、太いですね、太いですね、食べにくいですよね、やっぱ、うん、太いと単純に、うん、食べ応えがあるよね、うん、いや、普通に太い、温かいお蕎麦だったら、うん、これでもいいかも、うん、基本的に手打ちって、うん、ザル想定してるので、うん、そうなるとやっぱりこういう風な細さのじゃないと、はい、で一緒に食べてもらうとの方がこう口の中のキレがいいんで、うん、お金出す方です、うん、こちらは家庭のそばのって感じ、うん、明らかに、いや、もう全然ちゃうんだ、先生、ありがとう、いただきます、うん、うん、おいしい、いや、ちょっとお腹の上のぐらいなんか、意外と美味しいみたいな
こいつ意外と料理うまいんだみたいな。こう見てもうたもん。ルチンが血管の掃除ですよね。ここ血管北海道のね、ワールドボーイ。ワールドボーイ。ワールドボーイ。ワールドボーイ見てるか。今度いつかね。ブラックロットで。ワールドボーイ。ここ逆ですね。なんか音楽を決めてからですね。うん。でそれに合わせて映像、しかもなんかその映像もそれに無理やり合わせて、はい、はい、本日はですね、大木先生の待機図キッチンにご参加いただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。どうでした、生徒として。生徒としては思ったよりできたんで、もしかしたら料理が上手な人かなと。あ、料理動画とか作るのがおすすめします。これってどんな料理しましょう。そうですね、はい、まあね、肉巻きおにぎりかな。大ファンやな。肉巻きおにぎりかな。大ファン。そう、ほんまに今日はね、すごくお世話になりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、私のゴムビート大木ズキッチンで、はい、よろしくお願いいたします。それではまたね、次の料理の Vlog キャンプ動画でお会いいたしましょう。ゴーさん、ゴムビートでした。はい、グッバーでしたよね。覚えてる、覚えてる。ジャンボビートじゃないじゃない、急に来るから分からない。じゃあもう最後にもう一回は、せーの、グッグバーイ。Don't know what we have to do, but someone's gotta change. You got issues that makes you a fuss, but someone's gotta change. If we never ever met before, if it never opened up my door, yeah, yeah.